俺が帰ってこなければ誰も死なずに済んだってのか。赤で言えよ。俺がもし帰ってこなかったらこのおかしな殺人事件は起こらなかったと赤で言えるのかよ。言えるわけねえさ。お前が全ての犯人なんだからな。苦笑要求。後ろ宮バトラがもしもロケン島に戻ってこなかったら事件は起こらなかった。言えるものなら言ってみろ。言えねえだろ。言えやしないのさ。犯人はお前なんだ、俺じゃない。勝手にその責任を俺になすりつけるんじゃねえ。答えろよ。赤で苦笑してみろってんだ。できやしない。事件に俺の存在なんか関係ないのさ。わけのわかんねえことを言って俺を混乱させるんじゃねえ。何、思い出すことはないの。マリーが、俺にはさっぱり心当たりがねえ。おい、俺は少しイラつき始めてんだぜ。言いたいことがあるなら言えよ。俺に恨みがあるなら堂々と言えばいい。思い出せなんていやらしい言い方をするんじゃねえ。もう一度聞く。何を思い出せない。ああ、何にも思い出せねえな。何も思い出せぬというか、これにて未練は尽きたか。望みなき賭けも、賭けねば未練が残ろう。それでよいのだ。賭けることに意味がある。そうかもしれぬな。ならばこれにてわらわの未練もゲームも終わりだ。そなたはどうする。さあな。わらわはもう何の興味もない。すまぬが、わらわはこれにてゲーム版を降りさせてもらいたい。そうか、わかった。あとのゲームはわらわが引き継ぐ。そなたは休め。あとのことはすべてわらわが終わらせる。そなたはすべてを忘れて枕に顔をうずめよ。羽の布団はそなたをすべてから優しく守ってくれるだろう。あと片付けを任せよ。あとのことはすべて任せ。眠れ。テストとやらもう十分だろ。合格だろうと不合格だろうとどうでもいいぜ。お前の横っ面をぶん殴ってやらなきゃ気が済まねえ。降りてきやがれ。さもなきゃここの扉を開けやがれ。
であったか。バトラのテストの結果は、マリアのテストは文句なしに合格点であったぞ。あやつを小娘小娘とわしは長いこと侮っていたが、これはこれはどうしてどうして、いやはやいやはや、なか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 。どうしたベアトリーチェよ、我が最愛の魔女よ。酒が足りぬか、魚が足りぬか。土砂降りを浴びながら牛でも丸焼きにしようか。おお、悪くない。炉の上、早速準備をせよ。ベアトリーチェよ、バトラのテスト結果は後だ。まずはスペアリブで乾杯といこうではないか。お前が丸焼きになるがよい。何？どうなさいましたか、お嬢さん。今日さん、その邪魔な燃えかすを片付けよ。ええ、私が片付けるわ。ベアト、答えたくない。いや、答えるのはもはや面倒くさい。どうしたのよ、らしくもなく。何かあったの？バトラが何か言っ、かしこまりました。それでは私どもはこれでおいとまさせていただきます。何かございましたらいつでもお呼びを。
バトラいるか。さっきからいるぜ。何なんだ一体お前は。さっきから変だぜ。変に見えるか。それはすまぬな。あれだけ上機嫌に酒を酌み交わしていたクソジジイをいきなり焼き捨て、お前の友人の悪魔女もガラスの彫像、悪魔の執事もお師匠も消えろの一言でさっさと出てけだ。お前どんだけ気まぐれでわがままなんだか。バトラ、もうやめた。何を。わらわはもう飽きた。はあ、そりゃまあお前が追っ始めたゲームだぜ。飽きてくれて助かるってもんさ。つまるところ投了ってわけだな。投了などではない。ただ終わるだけだ。いや、終わりもしない。このままゲームは永遠に放棄されるだけだ。そういうのを投了って言うんじゃねえのかよ。いや、飽きて放り出すって言葉がお前にはぴったりだな。その通りだ。飽きたから放り出す。あとは知らない。そのまま放置されて好きに埃でもかぶればいい。お前どうしたんだ。なんだかさっきからやりにくいぜ。まださっきのわけのわかんねえテストのことで王を引いてるのかよ。俺に恨みがあるならはっきり言えばいいじゃねえか。お前は赤で自分とは関係ないなんて言ってみせたが、どうせ言葉遊びだろ。俺を恨んでるってな。お前に恨みなどないと何度言えばわかるのか。わらわはそなたが罪を残したその当時に存在しておらぬ。ま、お前がふっかけてきたゲームだ。俺も決着がつかねえのは残念だが、気が向いたらぜひまた誘ってくれよな。そん時は慎んでご辞退させてもらうけどよ。何度も何度も10月4日と5日をぐるぐる過ごしたわけだが、ようやくこれでお役ごめんだな。これで明後日には船が来る。そうさ、そして船着き場には海猫も戻ってくる。俺はようやく六軒島名物のあのニャーニャーいう鳴き声を聞けるわけだ。何しろ島に来た時は天気のせいか全然いなかったからな。海猫の鳴く頃に全てが終わるってわけだ。終わり終わり、おしまいおしまい。せいせいすな。何よ、そなたは勘違いしておるの。ん？何を。
何も終わらぬと、わらわは言ったぞ。これにて全ては放置され、ゲームは忘れられ、盤上の駒はそのままに放置される。進みも戻りも、取りも取られもしない。勝ちもなく、負けもなく、引き分けすらもない。ただ放置されるのだ。つまりは、おしまいってことだろう。違う。わらわの手番にて、永遠にゲームが止まる。そなたの番は来ない。だから、勝ちも負けも引き分けもない。かつてのわらわは、そなたにそうされるわけにはいかなかった。そなたに勝つという目的があったからだ。しかし、それに興味を失った。だからこれ以上、手番を進める意味が、もう何もない。俺に手番が来ないというのは、どういう意味なんだ？その子が言っているのはこういう意味よ。このゲームが駒をそのままに蓋を閉じられるということ。ゲームは終わらないまま永遠に留め置かれる。あんたが元の世界へ戻ることのできる唯一の方法はベアトに勝利することだけ。つまりベアトがゲームを放棄しちゃうってことはわかる？敵味方が揃わなきゃ決着しない。あなたにもう永遠に勝利してこの世界から抜け出すことができないということ。さしずめ、あなたを閉じ込めた檻の鍵を鳩の首輪にでもくくりつけて飛ばしてしまうようなものかしら。冗談じゃないわベアト。これでゲームをお開きなんて冗談じゃないわ。ラムダに同じよ。